大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。先生今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや先生もう2月ですね。本当もう2月っていうことでね、はい、もうお雛様飾られる方なんかはお雛様をそろそろ2月の完全に当てようと言って、ね、飾られたりされませんか。ね、ゆみちゃんお雛様はずっとしまったままですね。ともじゃあこの辺に青いシミが出てたり本当です。ちょっと一度見てみないといけないんですけど本当ですね、はい、私はよく飾りましたけどね。あ、そうなんですか、なんかね、飾ってあげないと。本当ですね、人形って本当に結構魂が宿ったりするの で、ね、あのまあ、魂が宿るというか魂が入っちゃったりしますのでね、はい、あのおひな様の箱に入ってるのにカタカタ音がするとかね、よくある話でね。そうなんですね、でも私なんか子供の頃おひな様あの、はい、なんか2つあったんですね。で2つ飾ってあって、はい、でもすごいいたずらっ子だったので、まあ、育児の本にもまた書いたんですけど、あのあ書いてない、この内容は書いてないです。いたずらっ子っていうことは書いたんですけどね、はい、だからあのこっちのおひな様とこっちのおひな様の首を昔抜けたんですよ、簡単に抜いて全部差し替えるんですよねおもう小学校の頃ですけど、こう首持ってってことですね。そうなんですね、なんか三人勘定かわいそうだから姫の顔に変えてやろうとかとなんか三人勘定の一人があのお代理様の顔にでとか女装みたいになっちゃうってことですね。お姫様の顔をあの下 の、 あのなんで下駄持ってるおじいさんの顔をつけたりとかですねとなんかすごい楽しいお姫様になるんですよ。楽しいですよね、うん、あの仮装パーティーみたいになりますね。そんな感じですねなんかあの着物と顔が全然合ってないっていうなんかそんなことしてたなって思い出しますね。いやそうなんですね、うん、懐かしいな。あでも全部まだ全然おひな様じゃないんですけど、2月といえば、はい、渡らせクラブの総会ですね。あと2週間です先生。2週間ですね、はい、煮詰まってきましたね。本当ですね。こちらもいよいよ、はい、先生、はい、お疲れじゃないですか。大丈夫ですはい、あの、はい、今回は大平和説法っていうのをね、そうなんですよね、やりなさいっていう神様からご指示が来ましたので、はい、なんか先生1時間ぐらいお時間取ってお話しくださるってことなんですが、祈りも入れて1時間なんですけれども、はいはい、去年はあの、まあ、クラブ員さんのなんか体験発表とかもしていただいたんですけど、ね、今回そういうお時間はちょっと取ってないもんですから、はい、でまあ、大平和説法で結構1時間取ってしまいますので、はいはい、1時間先生がお話になるっていうのは何かどんな意味があるんですか、ね。やっぱりあの世の中を平和にしたいという、これはあのみんなの願いでもあるんですけれども、はい、まあ、そのために皆さんの気持ちをこんな風に持っていっていただけたらいいなっていうような、はい、そんなお話を、はい、まあ、私なのか神様なのかあのしていただけるということですので、はい、はい、あのそういう平和を祈るだけではなく、はい、こんな心持ちでいきましょうという何か少しでもヒントを掴んで帰っていただけたら嬉しいかなと思います、はいはい、そうなんですね。よく先生おっしゃいますもんね、一人一人の心が平和につながっていくってことを よく言われますもんね。はい、はいはい、そうなんです、はいはい、ですからまたお楽しみに、ね、はい、ぜひ参加される方は、はい、本当にお会いしたいと思います、はいはい、今日は、はい、今日は先生この後、生で質問できますようなコーナーになりますね。生で質問のコーナーですね、はい、はい、今日は神奈川県の紫ぶどうさんに、はい、ということです。はい、では紫ぶどうさんお電話させていただきますよ。はい、では今日は神奈川県の紫ぶどうさん、生で質問できますよのコーナーいきます。はい、大丈夫かな。もしもし。もしもし、紫ぶどうさんですか。はい、そうです。大森和代でございます。はい、どうもこんにちは。今日はご協力ありがとうございます。はい、今年もよろしくお願いいたします。こちらこそ本年もよろしくお願いいたします。もうあのこれ放送は2月なんですけど、すいません。あ、そうなんですね。よろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい、あの、はい、じゃあ早速ですがご質問よろしいですか。はい、はい、お願いいたします。はい。はい、
私はよく不思議な夢とか、はい、なんか人の顔がこう浮かんだりとか、ぼーっとした時にするんですね。はい、でその中でちょっと聞きたい夢のことで、はい、お話しします。はい。はい、場面が、実家のお墓の場面のことなんですけど、はい、多分亡くなったご先祖様だと思うんですけども、なんか6、7人がひな壇みたいなところに乗っていらっしゃって、はいはい、それでこちらを見ていたんです。で明け方多分4時とか5時ぐらいの頃ことなんですね。はい。はい。それで、私は本当にその時パッと見てびっくりして、ちょっと怖かったなって思ったんですけど、心の中で、どうしたのとか、なんか言いたいのかなとか、お墓のこととか、ちょっとこう心の中でつぶやいたりしました。で、その後、私のおじいさんらしき人が、金の時計を私の方に差し出して、あげるよっていう仕草をしたんです。あ、はいはい。はい。で、私それをなんかとっさに、なんか、いいよって、いらないよって、なんか、遠慮したんです。そうしましたら、その後、並んでた一人一人の方が、方たちが、なんか順番に私の体の中に、スーって上からこう入ってきて、順番に、まあ、6人ぐらいですか、入られて、それで夢が終わったんですけども、そうでしたか。今なんか思うとなんか、ハグしに来たのかなとか考えたりもしています。なんか、これどんなメッセージだったんでしょうか。今ですね、お話をずっとお伺いしていただいてて、ご先祖様が、ひな壇のように、だんだんに、こう、並んでおられて出てこられるっていうのは、これは喜びの夢なんですね。ご先祖様が喜んでおられるんですね。私も、自分の息子を自宅で出産しました、次の日ですかね。ご先祖様が、集合写真撮るときみたいに、こう、だんだんにこうね、後ろにこう、並んで、わーっと出てこる、もっと大勢だったんですけれども、出てこられてて、とても、喜ばれておられたんですね。で、他にもそういうのを見られた方もお見えなんですけれども、これはとても、紫ぶどうさんのご先祖様が、紫ぶどうさんに対して、とても今、感謝をしておられるということの意味、も、含まっているということです。で、だんだんのところにおられたというのは、ご先祖様が、紫ぶどうさんが、きっといつもね、あれですよね、地縛で拾ってくださったり、いろいろしておられて、そういうことで、本当に貢献をしてくださってて、講演会もね、よく来てくださってますよね。で、そういう度にご先祖様も会場に来ておられますし、ご先祖様のこの段階が、どんどん上がっていってますよということも、この段で表してるということをね、神様がおっしゃっておられまして、で、金の時計をあげるよというのは、その本当に金の時計をあげたいという意味ではなくて、すごくご先祖の神様が、ご褒美を与えたいと、あなたにご褒美を与えたいと思ってますよということで、そういう場面を見られたということだそうです。で、で、最後体に入ってきたところでというのは、ハグっておっしゃったんですけど、ハグというのともまたちょっと違って、常に一緒にいるからということを表していると、常にそのご先祖様の神様方、また霊界の方たちも常に家に来ておられますし、常にこうして一緒に行動していますからね、ということで、一心同体ということを表すために、入っていかれたということだそうですので、とにかく素晴らしい夢です。これはとてもとても喜んでおられて、もちろんまだ霊界に上がられておられない幽界で修行中のご先祖様方もとても喜んでおられますし、あと夢に出てこられたのはどちらかというと今霊界におられたりそういう地獄におられる方たちではないですので、はい、そうなんですね。そうしましたら実家のお墓が出てきたから、実家のご先祖かなと思いまして、はいはい、私は
もう結婚してるので、姓も変わってるんですけども、はいはいはい、なんかもうそれはもうどちらも関係なくご先祖様っていうことなんでしょうか。はい、両家のご先祖様がとても喜んでおられるということです。紫不動さんが講演会来られれば、はい、両家のご先祖様がもちろん降りてきておられますので、はい、すごくお喜びだということですのでね、良い夢の方ですので、はい、はい、これからも頑張られてください、はいはい、ありがとうございます、はい、すいません、一番上にいらっしゃった私のおじいちゃんかなってちょっと自分で勝手に決めつけちゃったんですけども、はいはい、その方は私が生まれた時におじいちゃん亡くなってまして、もっとおじいちゃんではなくもっと上のご先祖様っていうことなんですかね。一番上の段におられた方っていうことですかね、はい、夢の中で真ん中にいて、はい、でこの金の時計って差し出した、はい、その方はご先祖の神様だそうです。その一番上の段の方はですね、はい、金の時計をあげるよっておっしゃられた方はご先祖の神、はい、先祖の神ですとおっしゃっておられますので、ありがとうございます。でも紫不動さんの中ではやっぱりおじいちゃんっていうこうね、はい、イメージがあられましたので、おじいちゃんかなと思われたかもしれないんですけれども、はい、はい、それは、ね、神様っていうことがすごいと思います。わかりました、ありがとうございます、はい、全く怖いことではありませんので、はい、はいはい、ありがとうございました、はい、これからもまた応援したいと思います。はい、はい、またじゃあ講演会などでお会いしましょう。はい、講演会行かせていただきます。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。はい、お元気でね。はい、ありがとうございます。人生修行頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。失礼いたします。はい、失礼いたします。はい。はい。はい、先生今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました、ね、はい、神様、ご先祖様の神様ということでしたね、うん、もう一番上におられたということですね。ひな壇とおっしゃってましたね、あとはご先祖様がね、はい、感謝して出てこられたということでしたので、ね、すごいですね、はい、本当にねすごいことだなと思います。はい、はい、私なら多分金の時あげるありがとうってもらっちゃったかもしれないんですけどさすが紫不動さん、 そうですね、そんなんいいよいいよってね、まあ、そういうところも奥ゆかしくて、なんか金の斧と銀の斧思い出してますよね。鉄の斧とかってありましたね、本当にそこで、はい、まあ、心をねきっと見られて、はい、ますますご先祖様は、紫不動さんにね感謝されておられるんじゃないかなと思います。よかったです ね、やっぱり講演会に来られるということはすごく喜ばれることなんですね。本当に会場に降りてきておられますので、皆さんでなんかなぜかゆら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 しながらこう聞いておられるんですね、後ろでご先祖様方が、はいはい、揺れてらっしゃるんですか。ゆら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 気持ちよさそうにこう揺れておられるんですよ。ろうそくの炎のようにというんですかね、はい、そんな感じで、はい、両家のご先祖様だったり、まあ、ご先祖様だけではなく自分の知り合いだったり、はい、この人に来てほしいと願って来られた場合、その方が来ておられたりとか、はい、おられるんですけどね、本当にたくさんので、もう結構また来ておられるわっていうね、先立たれた方たちも、はい、まあ、前の方の方はよく来てくださる方なので、そうなんですね、そのご先祖様も向こうも、まあ、はい、またこの人の話ねみたいな感じで、まあ、こう会釈してくださったりするんですよ。でこっちもこう会釈を返したりとかしてたりもするんですけれどもね、ご先祖様の常連さんもたくさん来てくださってて、にぎやかな講演会 すごく嬉しいんですけれどもね、はい、で中にはあれ前来てた方が来られてないなっていう方もお見えだったんですね、はい、でその方はもう霊界に上がりましたっていう方もお見えでした。なるほど。で霊界に上がられたので、はい、まあ、講演会には今回は来てないとか、でも霊界の方も来ておられたりもするんですね。あ、霊界の方でも来られる場合があるんですね、はい、来られる場合があるって、もちろんご先祖の神様も来られてますので、そうですね、はい、まあ、その時その時来られる方が上の方の方は変わられて来られて見えますので、そういうのがなんかこうね、なんか映るカメラとかがあって皆さんに見ていただけたら、ね、私が絵心があったらあなたの後ろにこんな方がいらっしゃいますよって、ね、スケッチしてお渡しできたりとかいいなとか、これおじいちゃんですとか、これおじいちゃんとかね、これは誰ですとか言ってくださるかななんて、はい、いろんなことを勝手に考えたり空想したりで、はい、本当にそれをなんとか
お伝えしたいなと思います。そうですね、はい、また、はい、今年もねいろいろ総会ももうすぐあと2週間後ありますのでね、はい、よかったらまた皆さんにお会いしたいと思います、はい、そしてその後は宮崎講演会とまた講演会続いていきますのでお会いしましょうね、はい、はい、ではまた来週 See you next week! Bye!